定海経経四47年6月28日は、古霊町大越の献身、東京帝市の第十二代当主。大越式前所属編では、帝主と記される。安国を帝森とその形質用紙玉館の間に、長男として生まれ、経二28年に生死に立てられた。しかし晩年の帝森は、愛称、当主恵みの残言を信じて、景経四41年に、 帝主を拝着し、当氏恵みが生んだ弟の帝を作立した。慶京十三年九月に、帝森が死去すると、帝が後を継いだ。十一月、養子玉官の指示を得た、玄友王は三不平を率いて、タスク星の明軍公皇帝だからを殺害し、帝主を擁立した。帝主は名前を、帝海に改め、朝廷から、橋南王に封じられた。帝海は、帝森に殺された。 敗退し、はじむただしの子女を釈放し、その子のはじむ息を皇帝、建造の皇太子に据えて、人々の賞賛を得た。京京四十七年、西山城の玄恵が、帝森死後の混乱に乗じる形で、はじむ氏をないがしろにする帝氏を撃滅するとの名分を、掲げ、竹文人、玄遊生の率いる軍が北側へ進攻してきた。敗北したは竜を脱出して、 三世へ逃れたが、安楼で農民の幻想に捕らえられて、西山軍に引き渡された。敵の旅衆となったことを地辱と感じた定会は、昇竜へ連行される途中で自陣した。死後、樹粛のお外を手によって、礼王と送りなされた。ありがとうございます。